サンデーサイレンスはなんで評価低かったんに対するみんなの反応。真の種牡馬じゃないとアメリカの競馬界を追い出されたので、辺境の日本でスローライフすることにしました。ナロー主人公な上に追放者とか時代を先取りしすぎだろ。どうせならこっちの方が読みたい。転生したら黄金配合の足で馬だったけん。劣等生の俺がアメリカクラシック2冠を取ったのに極東の島国に送られハーレム帝国を作ったけん。アメリカって定期的にナロー系の馬が現れるよね。ジョン・ヘンリー、ケルソ、シアトルスルーみたいに。アメリカ競馬界でハハハハ日本のアホなホースマンが成功するわけない。ダバオシュボバに勝っていったわ。大爆笑。なんで当時そんなにアメリカで評価低かったん。競争能力は高かったんでしょう。決闘アメリカのヘイロー3区のシュボバ成績はいまいちで、母系はオグリが名門に思えるほど誇張地味。父親も母親も行かれてる矢印3区は希少難確定かつ母系に G1 馬もいない矢印。アメリカは格差社会。もともと日本には在来馬しかいなくてサラブレッドの肌馬の基盤がなかったから、海外から日本は決闘の墓場と言われ続けてきたからな。サンデーは決闘はパッとしないのに突然変異で強くなったと思われてたからな。日本でもたまにそういうのがいて、オグリとかブルボンとかがそれ。そしてそういう突然変異の強い馬はほぼ大半が繁殖としてはパッとしないし、血統もそうだし見てくれもそんなに良くなかった的なことも言われてたんだっけ。後ろ足もハの字みたいになってたそうだし。とはいえ流れて日本で大種牡馬になるんだから人生もとい場所ってわからんな。あと足もハの字なのは子供や孫たちにも受け継がれてるらしいけど、どういうわけかみんな活躍するっていう。サンデーは母系の近親に活躍馬がいないというのもあるけど、とにかく体の前後のバランスが変でそれが遺伝したら産駒は走らないと思われてた。日本でも体のバランスが悪い初年度の闘祭を見た複数の調教師がサンデーは成功しないと言い切ったくらい。結果はご存知の通りだから、本当、走ってみるまでわからない。あと薬使うのがデフォな時代全く使用してないのも気に入られなかった。サンデーサイレンスが病気で、ワクチンを打とうとしたけど、そのワクチンは日本では認可が下りてなくて接種したら、輸入できないみたいな話ありませんでしたか。日本競馬界の全てを変えた死神みたいだなっていつも思うわ。生まれも老いたちも生き方も全て。サンデーサイレンスが種牡馬としてどれだけチートなのかはかつて父内国産という概念が存在したの一文で説明がつくと思う。SS はヘイロー産区ってのもあるけど、母系の評価がものっそい低かったみたいね。近代から遡ってもヘイロー系の種牡馬は地味な成績で終わったのが多いから、アメリカさんの判断はあながちなのよね。アメリカは品系が優れてないと溶血扱いされない傾向が強いって聞いたな。サンデーサイレンスの母系はかなり遡らないと重症価値がいない。日本でもヨーロッパでもそれは同じだよ。品系も優れてないと溶血扱いされない。そもそも溶血馬って品系が優秀な馬のことを指すものでしょ。母系を代遡ってようやく活躍馬が見つかるとか別の意味で奇跡やで。通算代ぐらいまで遡れば一頭はいるのに、活躍がなくても大事につなげた血統だというのが伺える。足曲がってたからいらねってアメリカが投げたのを拾っただけやぞ。意外と知らないやつばっかりなんだな。活躍がなくてもつなげてた血統だぞ。簡単に投げるわけねえだろ。事情でせっかくの血統を枯らすよりはって思いで手放したって想像もつくだろ。現地関係者との関係性があった上で譲ってもらったという話だけどな。牧場の人は手放したくなかったけど肌馬が集まらず経営難になって泣く泣く手放したんじゃなかったっけ。生産者兼馬主の人が借金あったから信仰のあった社代に売却した。シンジケートは集まらなかったけど個人としては期待してたと思うよ。あと当時のアメリカは不況の真っ只中で日本はバブル景気だったし、アメリカでは買い手も種付け希望もなくどん底人生だったのに日本に来たら大種牡馬になるんだからすごいことだよね。しかも兄弟たちが事故で全滅してサンデーサイレンス自身も怪我をしたのに精神に異常はなく体も回復して無事デビューしてその後活躍するんだから。うまいアップなんだけど、サンデーサイレンスの子供や孫ばっかりになったら日本国内の名馬と名馬の配合って近親相関になるのでは？海外から新たな血を入れるの？孫、ひ孫世代まで来ると血が薄まるから、サンデーサイレンス系同士の配合もできるようになる。サンデーの血が広まりすぎたから海外から繁殖品馬をどんどん入れた。そして生まれたのがディープインパクト。ディープの血が広まりすぎたのでまたサンデーの血が入っていない繁殖品馬をまた海外から入れてる。そもそも今のサラブレッドって90ダーレイアラビアン、エクリプスの子孫だし、よっぽど近くない限りインブリード、近親配合することで能力が上がるというのが繁殖の常識だから。サンデーサイレンスディープの血統ばっかりで近親配合されまくって虚弱体質が生まれてこないか心配や。ディープ3区は最初から虚弱気味だよ。特に牡馬3区が3歳時に使いすぎると早枯れして小馬で走らなくなる傾向がある。
競争馬として完成度が高いと父親以上の産駒を生産するのが大手でも難しいって言われてたりするしね。天才肌で馬体は完璧って評価だった東海帝王も父を超える産駒が生まれる配合を見つけることが最後までできなかったって話だし、どうしても名馬たる父二の馬が求められるからね。でもこれはバランスが崩れて欠点ばかりが目立つものなのかもしれない。逆に父に出ない馬の方が競争はともかく種馬としては面白いことになったり、11年間で1837頭年平均153頭に種付けはスローライフと言えるのか否か。南中王の深い馬だ。1台だけでは終わらなかったっていうのが最もすごいところだな。サンデーサイレンスの血を残しすぎなのよね。正直バカと思う。カナロアとルーラーシップには頑張ってほしい。調べてみたらエイシンフラッシュ派サンデーサイレンスの血が入っていない馬だった。馬娘だと当選冗談もサンデーゼロだけどネタにされがちなファインの兄貴と同レベルで産駒が全然走らないという現実。種付け上手&大好きなゴルシはさすがというかなんというか。受胎率もものすごいしな。言い過ぎかもだけど日本近代競馬はサンデーサイレンスの血がなければ名馬にあらず。ってぐらいになってるのが少しもよる。サンデーサイレンス勢力を塗り替える日サンデーサイレンスの勢力来ないかな。もともと業界内の血統濃度上昇の抑止が輸入の一因だっただけになおさらな。サンデーに傾倒しすぎてリアル車代トニービン・ブライアンズタイムすら潰してしまったのがな。弱かったり、欠陥がある原作を悪魔合体山改造する日本人に見つかった結果、世界よ、これが日本だになった。血統絶対主義ではあるがそれを覆す実例もたくさんある。突然変異もある意味競馬の醍醐味だわ。突然変異系で強くなった馬が守護馬でも成功するのって難しいからな。サンデーサイレンスはほんますごいやつやで。本当に何がどう成功失敗するかわからないから馬さんは面白い。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。